はい、どうも、ゆうねです。はあ。今。今この子たちが夢中になって食べているのは、これです。煮干し。この私がね、手で分解して与えております。まあ見てて面白いのは、まあ独占欲の強い子だったり、まあその場でのんびり食べてる子だったりとか、いろいろいて面白いですね。こういう小さい子でも、まあ一応食べられはするんで安心です。それに分解できますから、まあより多くのね、ダンゴムシやワラジムシの子供に餌が行き届きます。煮干しを与える意味としては、タンパク質の取らせることが目的ですね。一応与えてる餌のラインナップとしては、人参、煮干し、あと煎りごま、たまにキャベツっていう感じですね。ダンゴムシたち目線で見るとまた世界が変わって見えるな。ちょっとぼやけてるね。その上にあるのご飯だよ。この小さいのはダニか。まあ親とは比べ物にならないほど色のレパートリーが豊富になりましたね。今ここにはいないですが、まあ灰色っぽい子供とか、親にはない色のものがね、現れ始めました。まあさっき餌を奪い合うわらじ虫のやつがいたんですけども、まあもう取り逃してしまいましたね。やっぱりわらじ虫は、まあ、体が柔らかい分身が軽いようで、どこだ、本当スピーディーな奪い合いでございましたね。取れなかったのが惜しい。やはり鼻が利くらしく、餌の匂いを嗅ぎつけて颯爽と集まってきますからね。まあそうでなくてもエアコンの風の影響で匂いが蔓延してるからってのもあるでしょうけど、まあこうやってね、自分の使ってる
自分の使ってる穴に引っ張り込んでゆっくり食べたいっていうのをやってもいますね。まあここで画面中央でひょこひょこ動いてるのもそうですし、ピントが合わないんだよな、なかなか。まあまだね、半分以上残ってますから。小さい子にも食べられるように下かけらを。最近のお気に入りの個体ですね、こいつ。ちょっと赤っぽいわらじ虫。あとね、このケースに、まあ、導入して、まあ鬱陶しいダニを、まあ、排除してもらってたハイドリグモの子供たちなんですが、今だけ少し、まあ隙を見せると逃げられちゃうんで、あんまり詳しくは映せないんですが、大丈夫だったかな。まあ無事すくすくとね、育ってるようで、まあ一応5、6匹入れといたんですが、まあ何があったのか知りませんが、まあ3匹だけになってしまいました。まあ何匹か脱走を企てられて、何匹かこのケースから脱走されてたんで、まあ脱走してね、今頃この家の中をどっかで歩き回ってるっていう子供もいるでしょうけどね。まあちなみにお母さんの方も元気ですよ。まあ、一応ここまで成長するとどうやら抜け出せないらしく、まあダニ退治にね貢献してくれてます。ハイドリゴベイビーだし、どこ撮ってんのかわからないな。ダンゴムシどこ、ボケしてる。いやだね。ピントが合ってないな。じゃあ最後にダンゴムシたち目線でケースを見て回ってから終わりにしましょうかね。
それではまた。